はい、皆さんこんにちは。困った時の110番の時間がやってまいりました、はい、どうも安藤君こんにちは。こんにちは。はい、困ったこといっぱいあるんだけど、うん、あの困ったことをね、はい、普通にボケててもあの腹が立ったり悔しくなるだけだから、うん、ね、ここで憂さを晴らすような感じのラジオにしたいと思います。はい、はい、でね、もう今ね、まあ、とにかく忙しいだけじゃなくていろいろあって、うんうん、俺はまあ実質で困ったことは左足の動きが悪いんで、うん、ね、右足はいいんだけどね、左足がちょっと悪いと、うん、はい、でこれがね困ったことで、右足でなんとか左足をカバーしちゃうから、うん、なかなか左が治らないと、うん、そういうことが困ったなと思いますね。はい、はい、うん、まあ、今日の話はそれじゃないんですけど ね、はいはい、でね、バリアフリーに対することの話もあるんで、うん、皆さんに聞いてもらいたいと思います。いいとこもあるし嫌なとこもあるんでね、はい、はい、まあ、とにかく安藤君もバリアフリーに対しては詳しいと思うけどね、当然ね、まあまあ、ね、そうかな、うん、そうね。はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、困った時の110番でですね、はい、今日、まあ、あの天気が良かったんで、うん、表出て、うん、富士そば行ったんだよね。行った行った。で、富士そばってねリーズナブルで、うん、すごいなと思ったの。すごい。で、安藤君はミニかき揚げ丼、かき揚げ丼、そう270円。そう、ありえないでしょ、ね、俺は贅沢にね、カレー、うん、カレーセット、うん、でカレー単品だとミニカレー250円。そう、それに俺はねそばつけて、うん、それに温泉卵を落として500いくら、うん、安い、安いね。でね、行くでしょ、そのね、富士そばの人たちももう分かってくれて、あの、はい、お席作っておきましたって椅子どけてね、うん、車椅子が入る席を作ってくれるんですよ、うん、こういうとこ優しいよ ね、 ね、あのさすがね、日本の富士そばっていう感じがするね、うん、で、あのやっぱりお蕎麦屋さんってね、みんないいとこが多くて、うん、両国も良かったじゃん、うん、みんなの親切で、うん、もう心温まる立ち食いそばでさえもそうだってところがいい、はい、でね、帰りにあの、うん、ホテルに戻ってくるときに、うん、コンビニの前で、うん、カートがバーって来たんだよね。ああ、そうね。あ、なんだと思ったんだよ。うん、そしたらその外でね、ちっちゃい子ね、韓国語でボソボソボソって、うん、なんか喋ったの。押してた人が？そう、カートをね、押して前を遮ったやつ。はいはい。あ、こいつ韓国人だと思った。ごめんね、韓国人の皆さん、うん。なんかね、韓国人の人ってね、そういうね、あの、あんまりあれ感覚がないみたいな感じがして、うん、俺なんかもね、すごく困ってさ。はいはい。で、エテシェね、そういうこと多いんだ、うん、で、日本人はのね、ある程度ちゃんと年配の人たちはそういうことを分かってて配慮ができると、うん、若い人たちはさ、うん、あの車椅子の前をまっすぐ普通にスマホを見ながら歩いてる変なお姉さんとか歩くね、いっぱいいるんだよ、うん、ね、僕ら思った時にまず国籍考えちゃう、うん、あと若い人はやっぱダメなんかなと思っちゃうね、うん、でも若いとね、うん、反応が早いから、あ、まあね、それ助かることはあるんだ、うん、そうね、だからどっちにしろね、年寄ったら年寄って問題あるんだけど、うん、僕らがねいつも思うことっていうのはさ、見りゃ分かるだろうと、うん、ね、見りゃ分かるのに見ないようにスマホだけ見てたら、うん、俺スマホ見るの嫌じゃないよ、うん、で周りに配慮ができる人がスマホを見て歩いてるには構わないけど、うん、配慮ができないのが歩いたら困るなと思いましたね、うん、はい、まあこれからね、まあ、あのお風呂入って、うん、就労があったらお風呂入って、それから、今度は弥生県行く予定なんだけど、うん、ここでもまたね遭遇するいろんなことがあるのは3分で聞いてもらおうかと思って、はい、うん、だからとにかくね、人間って、うん、子供は子供でやっぱりやんちゃでね、好き勝手なことってダメだよ、うん、だけどやっぱり暴れた子供をね、要するにあの蹴飛ばしたなんかしちゃいけないわけで、うん、やっぱそれを考えても街を歩く人たち、うん、年寄りもそうね、うん、はやっぱ配慮してください、うんうん、配慮しないと、俺なんかどうなんなんか人とぶつかってさ、なんかこの野郎なんて言われたら、うん、その場で動画撮り始めちゃって、安藤君に警察ってやると、うん、あの厚生労働省になるわけと、要するにひどい目に遭わせます。ああ、ひどい目に遭って分かるんじゃなくて、うん、会わないようにしてください、どっちもね、うん、人とぶつかったってつまんないんだよ、一緒にね、うん、こんにちはって挨拶して、うん、すごくやってくれる街中の人もいるじゃない、うん、それの方が大事だよね、うん、やっぱり人はね、全てを大事にするんだよって、いい人を大事にしたいっていうのが俺の考え方なんだよね、うんうん、安藤君なんか困ったことある？困ったこと、うん、まあ今使えるお金が少ないってのが困ったことだよね。勝手に限度額下げられんだよ。あれはねひどいね、うん、だそのおかげで俺のお金を吸い込まれちゃったからな。そうなんだよ。まあね、これはね本当しょうがないんだけど、クレジットカードとかそういうね、うん、あのデビットカードの問題点なんだけど、うん、後払いだっけ、後払いでやってるやつ、後払いでやってるやつで、うん、お金を払ったんだよね、ちゃんと、ね、そうそうそう、払ったんだけど後払いしてると限度額が下がってしまったら、そうそう、困ったもん、うん、そのおかげでいろいろとね、そう苦しんでますね、うん、その時に助けてくれたのが石塚さんね、石塚さん、うん、これはもう感謝をするし、ね、本当にありがたいですね、本当にありがたいですね。まあでもなんとか生き抜いて仕事をね、うん、これもちょっとだけ苦戦してんだけど、そうね、やっぱりちゃんとね、次の手次の手をやって、うん、早めに手を打と、どっちかって俺見てると少し俺たち遅いから、うん、動きが、うん、ね、あとあのあれももうすぐでしょ、あのなんだっけ、クラウド、
そうですね。で前のとこはラチが開かないんで、俺があんまりいい顔しなかったら、なんとか新しいとこ探して、うんうん、もうアップしたらまだ、まだとりあえず1回これでどうですかって今相談投げてるとこだから、うん、まだ来ないの、まだ来ない、2営業日くらいって言ってたから、うん、分かった、うん、だからこれも早めね、うん、とにかくいろいろやらなきゃいけないことが迫ってるんだけど、うん、簡単には進まないんでね、うん、はい、まあ、とにかくまずラジオだけは毎日上げて、あとね安藤君がもう一つマジックを考えてます、うん、はい、ね、これも困ってるでしょ、うん、何が困るの、逆に何をやりたいのかは分かんないんだ、自分で、そう、それはどうしようもないから、だから目的がないから、そう、エース2キングなのかオイル&ウォーターなのかとかさ、テーマがまず決まってない、カラーチェンジでしょ、だって赤と黄があって、うん、青と赤があれば、うん、それはカラーチェンジで、どう、まあもちろんカラーチェンジもそうなんだけど、ね、俺なんかはねこんなのがあったんだよ、うん、これ困った時のあれじゃないけど、うん、煙詰めっていう詰め将棋があるの、うん、将棋の盤の中にね王様だけ抜いて手突っ込んで、うん、バッと取るでしょ、 何個もかんない10個もかんないね、はあはあ、取ってそれだけパッと出してそれで詰め将棋作るの、はあ、余しちゃいけない、はいはいはい、すごいでしょ、へえ、そういうのあるのと同じように俺たちも煙マジックってのあって、はあ、カードで2デックぐらい陽気シャッフルして赤の黒も、はあ、そして好きなマジック取ってパンと渡してそれでマジック作るの、はあ、うん、それぐらいのトレーニングしたよ、はあ、だから結局まず何でもいいから、はあ、いいものを作ろうとして絶対作れないんだな、はあ、だから何でもいいから作ってみようっていう考え方のことにやるのが一番いいと思う、はあ、うん、ね、だから4枚のキングと4枚、あ、いや待って待って、4枚の黒いカードと4枚の赤いカード、うん、ね、それに赤青の裏表4枚4枚っていった、うん、これはキングとかエースとか言わない分だけ優しくなってるの、うん、そうしたら3枚の、うん、あ、青いカードと3枚の黒いカード、はい、ね、うん、青いカードと赤いカードね、うん、で黒赤でして、うん、合わせてエルムスレーカウントやれば裏にしても表にしても3枚見せないことできるじゃん、うん、繰り返していけば裏にもひっくり返ったら表にもひっくり返ったりする、天高通せば、うん、裏表にひっくり返すとかね、うん、そう考えるとそんな難しくないんだよ、とにかくいっぱい遊んでみて、うん、ね、あ、それでどこで OK を出すかなんてのは後の話、うんうん、たくさんやることがやっぱり一番ね滝ができることですね、はい、だからできないのが困るってんじゃなくて遊んでみて、うん、とりあえず途中でもいいからできるようにしていくっていうのがいいんじゃないかな、うんうんうん、はい、そんなことでマジック作ったりね、飯を食ったり、うん、ね、街中に不満を垂らしたら、うん、ね、コリアンタウンで、はい、ね、コリアンタウン行っても韓国料理食いません、うん、食うかもしれないけどね、うん、今はそうじゃなくてもっと俺がねちょっとねタンパク質が足らない状態になっちゃってるんで、うん、帰りにコンビニ買って、コンビニ寄ってねアリアミン買おうかとかねちょっと思ってますけどね、うん、まあ、とにかく食が細いですから今、はい、それも考えて直さないといけませんね、うん、はい、今日はこれからこれを編集してお風呂に行って、うん、そうですね、それから弥生軒に行きます、はい、みんなね一緒に弥生軒で海から食べたり飲んだりしましょう、うん、で飲みはねお部屋に帰ってから、米焼酎をね、うん、から持ってきてくれたんでお部屋から、はい、それをね、はい、飲もうと思ってますね、皆さん米焼酎なんで割る、ね、なんかサイト見るとその米焼酎のサイトにはロックがうまいとか言うんだけど、うん、僕はそう思いません、米焼酎のロック美味しくないです、うんうん、美味しいのはなんで割るかってことなんだよやっぱりね、うんうん、芋はロックだよ、やっぱり芋の本当の味はお湯割りかロックで、うん、それ以外の飲み方美味しくないです、うん、要するにね他のものに合わないんです、癖が強いから、うんうん、で麦は、うん、伊藤間なんかはあれは香類じゃないから嫌だって言ってるけど、うん、俺は香類と同じなんで、うん、要するにウーロンで割っても、はい、それこそレモンで割っても何でも美味しい、うん、だから米焼酎もレモンとかあるので割ってもないんじゃないかなと思ってね、うんうん、要するになるべく甘癖が少ない方ですから、うん、それも考えて今日の夜やろうかなと思ってます、うん、はい、相変わらずゾンビ映画でね、はい、どうしても謎があるんで、うん、映画のね趣旨がわからない、うん、それをねちゃんと紐解いていこうかなと思ってますね、うん、はい、果たしてこれは、精神が錯乱して夢なのか本当なのか、うんうん、ゾンビもその世界に入ってるってことでね、はい、はい、宇宙の話いろんなことがしたいですけど今日は困った時の110番でね、うん、明日ね一日ぶっと間違えちゃったんだけど星空の招待式やらなきゃいけないな、はい、はい、こんなことで宇宙人火星人何でもいいからその話が聞きたい方は、うん、Facebook とかに書いてください、うん、私が一生懸命調べますんでね、安藤君もね、はい、調べてくれると思います、はい、あと30秒そうですね、何いやもうね頭が疲れてる本当にそうしょうがないもうお風呂で連日いろいろあってさまあね疲れを休ませてください、うん、いろいろあるね、面接もあったしね本当困ったもんだよ、はい、はい、いやとにかくね面接がね結構、うん、最初聞いてたのと随分違ってて、うん、資金のことね、うん、資金を要するに出してくれたら仕事をやれると、うん、ところが資金がこんな少ないんですかって言われたと、うん、これおかしいやないろいろね、うん、なんでこんな お金かかるんですかとかわけわかんない、うん、まあそんなこともあって、はい、不満はたらたら頑張っていきましょう、はい、はい、じゃあまた来週、はい、また来週どうもありがとう。